1920年から1930年代の日本は悲惨だった。戦後恐慌、銀行恐慌、関東大震災、金融恐慌、金本位制復帰による不況、世界恐慌、昭和恐慌、それによる農村恐慌。挙げたらキリがないが、それほどまでに日本の経済は崩壊の危機に瀕していた。時の首相、浜口雄幸は対外協調路線へ走り、軍縮条約を調印。それに反対した愛国者の佐合屋により東京駅で襲撃を受ける。次の若槻礼次郎は満州事変と恐慌の収拾をつけることができず、総辞職。次の犬飼内閣の増床、高橋惟清は赤字国債を発行し、積極財政を展開。この積極財政により軍拡が促進され、五・一五事件を皮切りに軍部の発言権が勢いを増していく。この高橋財政で日本は円安を利用し輸出を増大させた。しかしそれは米英からはソーシャルダンピングと批判され、イギリスはスターリングポンドブロック、フランスはフランブロック、アメリカはドルブロックを展開し、日本は外国から孤立。そこで我々日本は日満支援ブロック構想を展開。未だ誰も手をつけていない東アジアで独自のブロック経済を見出したのだ。しかし、中華は反日の心が強く残っており、彼らが第二次上海事変を起こしてシナ事変が勃発。この混乱に乗じて南京を占領し、即時講和を求めたが、中国国民党は徹底抗戦を宣言。一方1939年、ヨーロッパでは第二次世界大戦が勃発。シナ事変中の日本は中国を支援する米英を牽制するため、戦況が優勢なドイツは米の参戦を牽制するため、フランブロックに入っていたイタリアはアルバニア併合による孤立回避のために日独伊三国同盟を締結。そして日本はシナ事変中からアメリカと本格的な交渉を行っていたが、日独伊三国同盟と南部仏印進駐により交渉は破綻。日本はアメリカとの開戦待ったなしと考え、ソビエトの三国同盟参画を狙い、ビソ中立条約を締結。イタリアもイソ友好不可侵条約を締結したが、ドイツが独ソ戦を開始したため交渉が破綻。日本はそのまま単身で太平洋で戦うことになった。1941年独ソ戦のドイツ優勢を受けて真珠湾攻撃開始。太平洋の荒波はこの先の未来を表しているようだった。最初こそ拡大を続けていたが、ミッドウェー海戦で敗北。ドイツも独ソ戦が停滞していた。1943年、連合国の反転攻勢にてもはやこの戦争の結末はほとんど決まった。そして1944年、ドイツは敗北目前。いつその兵力がこちらに向けられるかわからない。だが戦力はまだ残っている。彼らは我々を孤立させ、脅し、征服した。それに屈してはならない。何としても我々は一矢報いて東亜新秩序を建設し、邪気暴虐なる欧米諸国をアジアから駆逐するのだ。そして我々が導くのだ、アジアの曙へと。大日本帝国満載。